ところ、うん、PCR 検査したばっかりだけどね。そういうことでした。これあのあげる。これ食べて朝、明日の朝でも。さっきの人にもらってた、うん、ありがとう。いただきます。あ、ヘルメット、ヘルメット、ね、あ、ヘルメット、はい、ありがとうございました、はい、じゃあまたありがとうございます、うん、皆さんまたみんなね、お疲れ様です、うん、お疲れ、みんなバイバイしないよ。じゃあね、うん、ちょっとお見送りするわ。いや、疲れた。岡ちゃん、鍵がない。鍵がない。鍵お願いがおしますある。いや、なんか熱っぽいわ。スナちゃんに会ったの大阪で。会ってないよ。もう絡まない。うざいから。もううざいやつはね、絡んじゃダメよね。みんなろくなことない。気をつけて帰ります。誰かいないよな。大丈夫だよね。いたずらとか。岡ちゃん見送りしよう。いや、今日何時から配信してるの。今日すごいなんか疲れて。今日1時、昼からやってない。早く行こう。うん、みんなナイスをして。今日昼か1時からやってるからもうクタクタや。もう8時間ぐらいやってるわ。疲れたって。配信ガス代、ガソリン代あげるわ。岡ちゃん、大丈夫、大丈夫、いいよいいよ、大丈夫、そんなかかってないから大丈夫。ガソリン代、いらない、いらない、ガソリン代あげる。それだけ受け取って。いらない、それはさすが受け取って。岡ちゃん受け取って。いらない、受け取って。それぐらい、いらないから。近所迷惑なるよ。いらない、受け取る。近所迷惑になるよ。どうする。じゃあもらう、うん。じゃあこれ少ないけど。え、少ないけど、これ。いや、いいの。うん、これだけ少ないけど、少ないけど。じゃあいいんですか。うん、少ないけど。じゃあすいません、うん、リスナーさん、すいません、うん、少ないけど。いいんですか。うん。原付って満タンいくらぐらい。満タン今1000円、1000ちょっとだよね。ぐらい、うん、だよね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 。だよね。3000円ぐらいやったよ。だよね。ケチゴリラだよね。アーヤンだよね。ケチじゃないと思うけどね。めちゃくちゃあれ、ステッカーね、1万でも買いたいっていう人いるやつあげてるんだよ。ケチじゃないでしょ、どう見たって。1万で売れるステッカー無料であげてるんだ。1枚しかないやつだよね。きなこいらっしゃい。ありがとう。うん、なんかありがとうね、こちらこそ。じゃあまた。うん、じゃあね。危ないよ。危ないな。カッコつけた今。危なかった今、ここぶつかって。で、皆さんちょっと改めて報告するんですけど、1番プリウス売りました。はい。でプリウス売ったん で駐車場払ってます。なんでせめてね、このハニー号を置いとこうかな。
サニー号、これしか残ってません。これだけです、見えないけど。いくら今見積もりしてもらってる。なんか怖いぞ、仕込んでる。また何これ、セブンイレブン。何、なんかもういたずら多いね。段ボールのいたずらとかあるから、チラシか。大丈夫、都民共済。誰もいないよな、ちょっと期待しちゃうけど。もう鍵はちゃんと閉まってる。今鍵あったやつばっかりの鍵をなくしちゃってるんだよ。疲れるわな。ズボンないんだよ。ポケットに入れんかった。もう疲れる自分が。みんなって自分に疲れる時ある？俺もうこういうの自分に疲れちゃう。物忘れが多いから。今 手に持ってたやつをなくしたりするんだって。ある。もう勘弁してくれと思うわ、自分自身に。今さっきまで持ってた。ほら、ここに入っとる。疲れる、自分自身に。はい、こんばんは。誰かいたら仕込み。誰かいてほしいよ。誰かいてほしい。失って初めて気づきます。みんないるから行くか。匂いはオッケー。なんか不気味だな。虫が怖い。あ、皆さんナイスお願いします。今んとこまあまあ綺麗やな。
ら男使える？おむつ？おむつやん。綺麗やん。この布団がちょっと畳めよ、布団ぐらいよ。誰や最後使ったの。いやこれ寂しいな、一人じゃ。綺麗じゃない、うん、最低限綺麗だわ。これ発作出ちゃうよ、発作。ま、カヤクと来る付き合ったんでしょ。これ何、こんなんいらんよ。いる？これ犬、犬好き。なんか垂れとるがな、汚ねえなこれ。ソーセージの種類が垂れとるがな、ベタベタに。汚ねえよ。これネギ、いつのネギこれ。これもダメでしょう、もう。わからんけど。これニンニクは食える？あー、でも料理思い出したわ、前の。これなめこは賞味期限は。捨てる、これなめこは。捨てるぞこれ。これはちりめんじゃこ、梅干しと。これちょっと拭くわ。あとは別に文句ないな。無理して文句言う必要ないからね。それぐらいかな。あとはもう何も文句ありません。はい、きれいだと思います。きれいに使ってくれてると思います。はい、俺が一人で暮らしてるよりも部屋はきれいです。ありがとうございます。きれいにね、最後掃除も多分してくれてると思う。きれいにね、使ってくれてると思います。あとは文句ありません、何も。ありがとうございます、まゆちゃん。綺麗にね、してくれて。で、つなちゃんも、まあ、綺麗に使ってもらってありがとうございます。もう。ゴミ屋敷騒動？いや、さすがの最低限の常識はあるんちゃうか。寂しくなってきちゃったね。うん、地味に広いからな、この家。地味に。やば。太ってる。95キロだって。やば。デブや。やば、100キロいってまうわ。1700ナイスあります。1700ナイス。みんなもね、大事にしないと一人ぼっちになっちゃうから。結局付き合ってるとやっぱ一緒にいると慣れちゃってね、扱いが雑になっちゃうんだよ人間って。
で一人になった時に後悔してももう遅いから、今ね大切な人がいる人は大事にしてあげてください。本当に失ってからじゃね、多分配信見てる人はあの男とかだったら、あの結婚してたりとかして刺激がないと、あこいつらみたいに適当に遊びたいなとかふと思ったりすると思うけど、本当に寂しいもんですよ。虚しかったり、でちょっともうやること済ましたいんだけど、あ5個あります、やることをちょっと済ましたいんだけど、あの妻の旦那と約束したことがあって、この椅子に座らしたいって言ってるから、ちょっとそれ連絡してやっちゃうもん。妻が何かあったら家に引き取ってもらうという条件をもとに、この椅子に座らせてくれるんだったらいいよっていう感じだったんで、あ女もそう思うな、遊びたいって。暑い、エアコンつけっぱなしでよかったんだけど、暑いわ、帰ってきたわ、またスタートラインに立った気がする。こっから孤独にやっぱ頑張らないとね。うん、こっから孤独にね、こっからが勝負だよ。こっからが、また自分の人生切り開かないと。ただいま。まあ一人だと楽っていうのもあるよ、正直。